それでは、ここから、製品デザイン専攻のキャンパスツアーを行いたいと思います。私は製品デザイン専攻川崎と申します。よろしくお願いします。じゃあこちらの方どうぞ。今ちょうど1年生のここ部屋なんですけども、本館棟の4階で見晴らしがすごくいいんですけども、今ちょうど、1年生大体本学に入るとメガネ部っていうものがありまして、今ちょうどメガネ部のアイデアをやってるのかな、これ。これモデル制作してるの、はい、モデル検討、ラトル君はどうなの、これラトル君のアイデア。そうですね。じゃあ今ちょうどこれ紙粘土で、ね、はい、モデル制作して、はい、で一応隣接して話す場合はこういったフェイスシールドも使って、作業を行っています。特徴としては一人ずつこうやって、席があって授業の合間ですね。本学は午前中に工房というか演習授業があって、で午後から一般の授業があるんですけども、その間ですね、午後終わってからも、一般の授業終わってからもここに戻って作業を続けられるというところが特徴になっています。はい、ありがとうございます。この部屋はね、一番見晴らしが良くて宇多津山が見えてですね、本館棟の4階になります。1年生はこの大きな部屋で2専攻同じ教室になっています。はい、それでは次にですね、コンピューター室ですね。はい、こんにちは。このコンピューター室はですね、こちらの方で教員がいて、教員がこう画面を操作して、学生は、必ずこう自分の作業をする場モニターがあって、隣に先生の画面を見ながら2画面で授業を受けられるようになっています。今ちょうどコロナ対策で一つ開けてですね、作業場を作っています。はい、で、実際に授業としては 3D とか CG とか、今ちょうど彼はこれ今何やってるのか、 3D の、マテリアルを貼り付けて、素材の検討などを行っています。これポートフォリオ。そうですね、はい、ね、今ちょうど3年生ポートフォリオのちょうど今制作で今忙しくて、この後、工房の方にも行きますけども、椅子課題をやりながら合間を見てこうやって、ポートフォリオの制作も行っています。で彼も同じように今これ佐々木君、これ何やってるの、紹介しまっていい、自然かける IoT っていうテーマで取り組んだ課題になるんですけど、画面を見なくてもお互いのこう距離感をこう感じることができるデバイスというふうになっていて、その筐体の今、はい、これマテリアル、いや、これは形状をいろいろ検討した形状だとか分解図とか、ね、分解図の今状態を今もう一回再検討しているところですね。そうですね、こんな感じに、はいはい、ありがとうございます。はい、それではこちらの方、コンピューター室は以上になります。今からですね、2年生と3年生の部屋に行きたいと思います。じゃあこちらの、2年生の教室になります。はい、これ今何やってるんですか。ドライヤーの 3D データ。あ、2年生の授業。はい、はい、今ちょうど2年生は、ライノセラスって 3D の授業が終わったところで、今から展示に向けて柳総理記念館で展示を行うんですけども、その準備を行っているというところですね。はい、はい、やってますね。これはですね、今コロナ対策で、横が2メートル空けて、前後、2メートル取れないので、こういったボードを立ててですね、対策を行っています。で、2人で接近する場合は、こうやってフェイスシールドをつけながらこう話をするという感じですね。はい、今かなり今接近してるんでフェイスシールドをしてるところですよね。はい、ありがとうございます。ちょうど向こう側が宇多津山で、下に見えるところがこれ体育館なんですけど、体育館の下に後で行く工房があります。はい、車好きの人がこうやってモデルを置きながら自分のモチベーションを上げてる学生もいます。はい、ありがとうございました。
ですね、今スタイルフォームっていうモデルを簡単なラフモデルを作るときにヒートカッターがあってですね、ここで作業を行っています。まあ中でやると、まあ、煙が出たりとか、あと、まあ、密になるということもありまして、こういう形で今廊下で作業を行っています。はい、こちらが、3年生の部屋になります。今ちょうど3年生は下の工房で椅子課題を取り組んでますので、教室は今こう空いた状態なんですけども、教室においては椅子ではなくて別の今別の課題のポートフォリオの調整を今行っているところですね。はい、こうやってマネキンを使ってちょっとファッション性の高いものもデザインに取り込んだものも検討しているものもあります。あと、椅子の、まあ簡単なラフモデルの検討なんかも、彼は今行っているところだと思います。はい、こちらも同じようにですね、壁を立てて、コロナ対策を行っている状況ですね。はい、じゃあこちらの方お願いします。各部屋ですね、こういったロッカーもありますね。はい、このロッカーで、荷物を置いて、さらに、廊下に置いてある、ロッカーもあって、で一人一人のこういうスペースが必ず設けられていて、作業に集中できるということですね。はい、あとこの会場は、入試ですね、入試の時の会場にもなります。この机のレイアウトを変えて、そのままこの会場で、1時2時のですね、鉛筆デッサンとかの、試験が行われる会場にもなっています。はい、じゃあこちらから今足元気をつけていただいて階段ですね、降りていただいて4年生の部屋 3D プリンターの部屋に行きます。今本学はこれで48年経ったのかな、2年後に、2023年に移転するんですけど、こちらビッグプリンターですね、ビッグプリンターの部屋になっています。大きなプリンター、印刷物をプリントしたりとかですね、あと、まあ、教員の部屋が各教室の真ん前にですね、これは私の研究室なんですけど、研究室が必ずあって常に学生のアドバイスは行えるようになっています。はい、じゃあこちら4年生の部屋ですね。はい、あ、じゃあここからはですね、担当の安島先生にバトンタッチしますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは、製品デザイン専攻の安島です。この部屋はですね、4年生の部屋になるわけなんですけども、今はちょうど卒業制作の時期に入っていて、それぞれの席で、学生たちが作業するということになっています。まあ、美術大学であれば各教室というよりかは自分の作業の部屋っていうものが設けられているっていうところが非常に、普通の大学と違って大きな特徴かなと思います。例えば向こうの彼女なんかは常にですね、ずっと作業をその場所で続けられるという形になっているわけですね。例えば、まあ、壁にいろんなアイデアを書き出したりとか、まあ、そんな形で作業しているわけですね。あ、今はどんな仕事をされていますか？今は、ここでちょっと書き込んだことをここで一回作ったものにちょっと自分なりにいろいろ書き込んで、またそれをデータ上で反映させ、いろいろ調べながら反映させてるみたいなことをしてます。はい、卒業制作の今調査段階ということですね。調査とって感じですか。今はちょうどコロナの感染予防のためにこういった形になってますけども、通常は、だいたい 5,6 台がこう島のような形になって、チームで、まあ、ディスカッションしたいとかですね、そういった形での作業というのが、まあ、これまでは行われてきました。今はまあどうしても感染予防のためにこんな形になっているということです。では次の部屋に行ってみましょう。はい、まあ、割と古い建物なので、割と古びた廊下ではあったりするんですけども、今から見るのがですね、大学の部屋ですけど、今ちょうどですね、企業とのオンラインミーティング中ということで、少しここからは声を細めていきたいと思います。この部屋はですね、
大学院の部屋ですけども、この部屋で3名の大学院生が作業をしています。それぞれ見てもらうと分かるように、非常に比較的広いスペースが与えられているので、こういった形で、実際にこうモデルを作ったり、作ったモデルをですねこういうふうに置いたり、まあ、材料を置いておいたりとかですね、あとはコンピューター、今は固められておいてますけれども、こういったコンピューターが支給されますので、こういった形で比較的自由な研究活動っていうのがこの部屋で行われるようになっています。でこの中では2学年の大学院生が作業してますので、お互いの、まあ、例えば先輩から後輩への、まあ、そういった指導があったりとかですね、いろんな濃密な関係を持ちながら、勉強というか研究に励んでいくという形になっています。では次に行ってみます。次に見てもらいたいところが、まあ、3D プリンターであるとかですね、まあ、デジタルの加工機材なんかが置いてある部屋になります。まあ、例えば、こちらの方をいろんな機械があるんですけど、例えばこちらが樹脂の 3D プリンターで、比較的たくさん安価なのたくさん置いてあります。まあ、ここにいろいろと並んでますけども、実際にこれは上はですね2年生の作品で 3D プリンターで出力したものをですね、最終的にこう磨いたり塗装したりして最終的なモデルに仕上げるということですね。まあ、下にあるのはですね3年生が作ったもので、まあほぼ2年生の時点で 3D の濃密なトレーニングを行いますので、後半になればですね 3D を使いこなすような状態になっているということですね。でこちら3台並んでますけども、こちらが石膏プリンターと呼ばれる比較的高価な機材ですけども、こちらの方で出力されたものっていうのは形とかですね非常に自由なものを出すことができると。でこれはなかなかね学校とかでは高額なので入れられないんですけども、ここでは今3台。でそれからこちらにあるのはですね、レーザー加工機と呼ばれるものですけども、これは例えばイラストレーターであるとか、まあ、そういった平面で書かれた図形をですね実際にこうレーザーで切り出すというものですね。まあ、実際にこれは木材をですねレーザーで書かれた模様をですね切り出したものですけども、こういった細かな模様とか非常に正確に切り出すことができます。こういった機材を用いながらさまざまな加工をしたりしていきます。でこちらにあるのはですね、まあ、3D のこれはミリングマシンですけども、こちらも同じ 3D のデータをですねこういった塊を実際にこういったドリルでですね削り出していくというものです。まあ、この機械はですねそんなに新しいものではないんですけども、 3D プリンターができる前にですねこういったものをが導入されて、今でもですね比較的大きなものを作ることができるので、使う学生たちは今のところいるということですね。割とこういった機材というのが、まあ、ここにはこれだけあるんですけども、このあとですね工房の方に行きますとさらにクラシックな機械とかですねたくさんありますので、ぜひ見てもらいたいと思います。では次、根頃先生どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。製品デザイン専攻の根頃と言います。こちらは携帯実験室といいます。こちらには製品デザイン専攻が管理をしている1950年代から90年代にかけての名作椅子が保管されています。家具衣装論という授業では実際に座り比べをして評価をしたりもします。本物に触れることで時代を超えて評価される美しいものに対する目の解像度を高めてもらえればと思っています。座り心地いかがでしょうか。そうですね、背もたれにこう縄のようなこう紐を使っていて、すごい不思議な背もたれの感覚を味わうことができますね。心地いい座り心地が非常に印象的です。はい、ありがとうございます。こちらの椅子はハンス・ジェイ・ウェグナーというデザイナーの椅子になります。この部屋はですね、いろんな学生にこの名作椅子を見ていただいて、実際に使っていただけたらなと思ってるんですけども、普段はですね、ちょっと閉まってるんですけども、我々に言っていただければいつも見れるような状態になっています。それでは続きまして、普段
学生が作業している工房の方に行ってみたいと思います。製品デザイン専攻の浅野です。これより製品デザイン専攻の工房を紹介したいと思います。まずはこちらをご覧ください。これは産学連携でやっているメガネのフレームのデザインです。産学連携は学生主体でメガネ部という形で18年前から続いています。相手はお隣福井県の福井県鯖江市にある福井県眼鏡協会、約200社以上のメーカーが参加している産学連携で、毎年学生が40案ぐらいのメガネをパネルとモデルで提案しています。で、主に製品デザイン専攻の学生が主体となってやっていまして、部員は現在40名ほどいます。1年生から4年生までいて、毎年新しい1年生が入ってきて部活として成り立っているので、連携がこれだけ長く続いているという非常に特徴的な部活であり、産学連携のプロジェクトです。次は金属加工室をご紹介いたします。金属加工室です。ここから加工室がいろいろ材料によってたくさん分けられています。製品デザインは基本的に自分がデザインしたものをきちっとなるべく実材を使って自分で作るということをモットーにしていますので、まず1年生の時に材料を覚えなくちゃいけないので、材料学演習というので、まず金属、これは真鍮です。真鍮を磨いて造形して分鎮ですね、ペーパーウェイトを作っています。その時にこういうネジ、オスネジ、メスネジというのを作る作業も加工として入っています。あとは鉄板を使いまして、こういうブックエンドを製作します。これも鉄板を切ったり磨いたり曲げたりという加工で金属の特性を知ります。その他こういう毛書き針というのも、これは硬い金属を使っているんですけれども、金属の鉄板にこう毛書く道具を自分で作ります。あとこちらにある機械、すごく大きな機械があるんですけれども、これはパイプベンダーといいまして、現在今3年生の授業で椅子を作ってるんですが、こういうパイプをですね、曲げる機械です。曲げたパイプはこのように曲がるんですけれども、このように自分でパイプを曲げる加工をしまして、でそれを溶接でくっつけてこのような形に、まあ、塗装した後ですけど、このような形に仕上がります。ここまで全部すべて自分で設計して自分で製作するということをやっています。あとはこちらはだいたいアナログの手で加工する部屋なので、こういったヤスリとかですね、ノコギリを使いまして切ったものを磨いて仕上げます。はい、それでは金属加工室の機械室に行きます。こちらはですね、先ほどの部屋はアナログで手で削ったりする機械なんですが、こちらは加工する機械です。まずこの大きな機械は鉄板を切断する機械です。先ほどのブックエンド等の鉄板はここで切断します。で、向こうから順番にサンドブラスト、これは砂をですね、砂を吹きつけて、すりガラスみたいなものを作ったりする機械です。で、この2つは、ボール板といいまして、ドリルですね、穴を開ける機械です。で、こちらに行きまして、これは旋盤です。回転したものを、削って、こういうふうに、作る機械です。こちらはフライス板です。で、加工した、鉄の、材料を、こちらの、半自動溶接機で、くっつけて溶接します。
こちらは、アルミニウムを、つけるための、アルゴン溶接です。はい、以上です。次は石膏造形室に行きます。はい、次の部屋は石膏造形室なのですが、課題としては4年生の課題で、ユニバーサルデザインの、食器というのがあります。デザインしたものを、まずラフモデルを作って、それを、石膏 3D プリンターで、作ります。で、型を作ってこちらの部屋で石膏の原型を作ります。石膏ですね。で、それに、泥床の、泥を流し込んで、最終的に、焼いて作ったものが、こういうモデルとなります。ここまで作って、まあ、これで本当にこう食べて、検証できますので、こういう形で、まあ、デザインしたものは最終的に検証して自分で確かめて、るというところまで一貫して行っています。こちらは1年生の時の、先ほどの金属の材料学演習と同じで、こっちは石膏の材料学演習です。で、石膏の素材に、触れるということで、まあ、テーマは一輪挿しなんですけれども、まず粘土で形を作ります。で、その粘土で作った形を、ここに粘土が入ってるんですけど、粘土に両方から石膏をかけて型を粘土を取り出して型を作ります。で、型を作ったものでもう一度その型の中に石膏を流し込んで取り出したものがこういうふうにできますということで、まあ、製品デザインは、量産しますので、必ずどんなものを作るときでも型っていうものが必要なので、まあ、石膏の材料を知るということと、型が抜けるとか抜けないとかっていうところを、勉強します。今は3年生の椅子の授業でちょっと石膏じゃない、椅子の検証で使ってますけれども、まあ、広い部屋なのでいろいろ使えます。あとこちらは材料として、FRP という材料も、場合によっては使います。これはガラス繊維なんですけれども、ガラス繊維を中に入れて、樹脂で、固めると、こういう FRP の製品ができます。こちらは紹介しますと椅子のですね、剣先といいまして、椅子をデザインするときに座面、ここに座るんですけれども、座面の角度や背もたれの角度で足の高さを全部これ調整できるようになってまして、自分がデザインする椅子の角度をこれで検証して角度を決めます。で、この後この角度をもとに図面を描きます。はい、それでは次に行きます。こちらの機械はですね、最近あまり使ってないんですけれども、石膏ろくろといいまして、こういう、回転体をですね、回転体を、作るときに、使います。これろくろでこう回るんですけど、これ回ったろくろに、ここに、型をつけまして、その型がこう来ると、この型で石膏をガリガリとこう削って、回転体ができます。柳総理の事務所ではずっとこういうことをやっていまして、それが、受け継がれていて、アナログでの作り方も、現在やっております。まあ、最近は 3D プリンターが非常に、普及しましたので、まあ、使う回数は少なくなってきたんですけれども、一応、伝統的な作り方ですので、まあ、ここに置いてあります。じゃあ一旦外に出ますね。次はプラスチック加工室に行きます。これは去年の4年生の卒業制作で、大学で買い上げになったものです。モビリティの授業も行ってまして、彼は自動車メーカーに就職しております。で、プラスチックの前に、クレーモデルというのも、こちらの部屋でやっています。で、これは二輪の、造形の、研究を、やったクレーモデル。はい、プラスチック加工室では今のように、これはクレーを温める機械なんですけれども、
クレーをここに入れて、60度に温めます。で温めたクレーを、盛り付けまして、で、このような、道具でですね削って仕上げます。で、最終的には、こういうやつでこう綺麗に仕上げた状態で、最後、きちっとこう塗装すると、クレーモデルができます。はい、もう一つは、もう一つご紹介するのはこちらの真空成形機です。これも非常によく使ってまして、プラスチックを温めて、型の通りに成形する機械です。で、型は、こういう紙で作ったり木で作ったりするんですけれども、これはまあ厚紙で型を、厚紙を何枚か切りまして型を作って、でこれで、真空成形するとこういう形に、出来上がります。であと周りを切ってきれいにして、作るとこういう時計が出来上がります。これも1年生の、材料学演習プラスチックということで、これはデザイン科全員60名の授業でプラスチックを体験していただいています。はい、ではここまでで、金属加工室と、石膏造形室プラスチック加工室の紹介を終わります。次は根頃先生にバトンタッチして。はい、製品デザイン専攻の根頃です。これから木工室の説明をしたいと思います。今木工室ではですね、椅子の生活作をですね3年生が行っています。こちら、スケジュール表になっています。期限が決まっているので学生一人一人が自分の作業ですね見える化して一日一日の作業を行っていくというカリキュラムになっています。それではこちらの方どうぞ。こちらはですね、実際にこの木工室でできた椅子になるんですけども、こういうふうにですね木を曲げたりすることができます。こちらもこちらで作った成形合板の椅子になります。それではどうぞ。今やはりコロナの影響もありましてこういった形でパネルで仕切っているんですけども、ちょうど今成形合板の作業をしているところなので、よかったらご覧になってください。こちらではですね、こういった型を作りまして自分の曲げたいカーブの型を作りまして、一枚一枚にですねこういうふうな接着剤を塗りまして、そしてこの型にはめて最後押さえて、一晩置くとカーブに沿った板が出来上がるというふうな成形合板という技術で椅子を作っているところです。この工房にはですねインストラクターの先生もいらっしゃってですね、実際に機械を使うときとかは学生も先生に聞きながら作業を進めています。こちらにはですね木工の機械が大体入っています。ルーター、あとベルトサンダー、あとボールバン関係ですね、あと自動カンナ、あとは横切りバンド層パネル層、一式木工加工に関わる機械というものが全て入っているので学生がやりたいデザインというものを大体ここで作ることができます。それでは続きまして塗装室の方に行ってみたいと思います。はい、こちらが塗装室になります。最後学生たちがデザインしたものを自分たちで塗装する部屋になります。このような色に塗ることができます。こちらへどうぞ。こちらバッフルブースといいまして鑑識の塗装ブースになります。学生たちはですね実際にこのような塗料をですね自分で色を調合してさまざまなシンナーや硬化剤を混ぜて塗料を作ります。こちらをスプレーガン、こちらを使って実際に色を塗っていきます。で1年生の時にこのスプレーガンの授業がありまして実際に塗料についても詳しく学ぶので、学生たちは3年生卒業制作には自分のデザインを実際に
上手に塗ることができます。まあ、実際ここまで来るのに、学生たちは本当に大変な思いして作品は作るんですけども、完成した時の学生たちの笑顔っていうのは本当にいい笑顔をしてるんですよね。そういったのを見て私たちもまた教えたいなっていうふうなモチベーションになるので、本当にそういうところで学生たちには力をいただいているなというふうなことを思っています。さていかがだったでしょうか。カナビには製品デザインを学ぶ充実した環境とカリキュラムが揃っています。工房教育を通して実験や検証を繰り返しながら力を伸ばしていくのが特徴です。学生たちにはここでの経験を通して時代が変化しても本質を見失うことなく人を思いやれるデザイナーになってもらえたらと思っています。以上で製品デザインのツアーを終わっていきたいと思います。ありがとうございました。